担当です。よろしくお願いします。はい、ということでオゼロ情報室に行きました。はい、ってことでレーザーストップと対レーザーって書いてある、これレーザーバリアキラーです。はい、こちらつきました。これが友情に乗ってしまう。さらに 1.5 倍っすよ。さらに攻撃力がやばいと。そう、もうやばいでしょこいつ。今回一番やばいと思ってる個人的に。だからあれでしょ、なんかチャリンやったんじゃないの。いや俺やってねーやってねー。いや俺はもうみんな疑惑に思ってると思う。いやいやいや、ミヤボーやったら。いやいや違いますよ。でも今年課金は多いね。見ててくれてんのかな。見てくれてんのかな。はい、ということでやってみましょう。つくよみゼロ、やっぱね、レーザーバリア張ってるボスがまあ少ない、うん、言うて。だから結構ステージは限られる、このレーザーバリアキラーを生かそうと思ったらね。なんで、そこは問題かもね。まあ、だからそれでも、使えるところはある。まず、その一つだね、ここは。月読み。1.5 倍ですからね。そもそも 1.5 倍っすよ。キラーっすよ。キラー1個もらっちゃった。あざまる。しかも属性キラーとかじゃない。属性キラーが良かったけど、本当は。なんだろう。ほら、今レーザーバリアローリーでマジ強い、マジ強い、マジ強い、マジ強い。なんだろう、もう属性キラーとかじゃなくてよかった。それめっちゃ限られるじゃん、本当に。そうだね。まあ、尖ってもよかったんだけど、レーザーバリアキラーでこの汎用性を選んでくれたっていう。素晴らしいじゃないか。いや、神でしょ。もうキラーエフェクト気持ちよすぎ。弱点キラーだったからさ、キラーエフェクト見れんかったの。うん、今回ね、レーザーバリアキラーだから、キラーエフェクトをね、オセロを見れるから、マジ気持ちいい。はい、キラーエフェクト。挟まれなかったと。もう、マジ強いよ、これ。殴り、友情、単純にやばい。もう、難しいことはない。単純に、殴りと友情は強いだけだから。レーザーバリアを張ってる相手に対してはね。だからそんなに、ね、深く説明することはないですよ。シンプルにね、強いっていうね。そうそう、もうやばくないのかこいつとか、パッとしたもんね。これもう友情でいきますか。友情、友情コンボに乗るんで、あい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 、これも殴りつつ友情で削れたかなっていうような感じだと。おい、殴りで弱点以外で今の弱点以外で、うん、あの弾瀕死弾激貧になるレベルっていうね。いやね、嬉しい回ですよ。いや感謝ですね。おやべ、ランドフラッシュも強い。弱点キラー以外にもキラーもらっちゃうのは本当これ事件なんだよな。おい、ラウンドフラッシュからの、おい挟まり、なんかラウンドフラッシュ解けましたね。で白爆発あるからね、これやっぱ白爆発でも何度も言うんですけど、援護力半端ない。味方サポートで白爆発、やっぱね EL はね優秀すぎるよ個人的には。だからさ、俺アグナムータの時も言ったけどさ、白爆発当てた時もすごいハーってなってた、正直。なぜ外した、そこじゃねえだろ、そこじゃない、まあ、あの白爆発のね、あれを分かってなかったんですわ。白爆発残ってればもっと強かったなと。そう、白爆発残ってたらアグナムータもっと使ってたの正直。はい、まあこれスキルがあれだけど。あ、そういえばあんま、ちょっと髪いじんないようにします。コメントで言われてる髪そぼし。ああ、なんか見た、俺もすいません。悪い意味でな。そう、悪い意味で、悪い意味でやつでしょ。ちょっと髪切りたいんですけどね。じゃあ見てね、いくよ。ラウラッシュ。あ、これだった。埋まってたー、完全に。なんだよ、配置ね。はい、切り。あ、全然痛くないですね。お、これいい。行くね、弱点に。これレーザーバリアキラー乗る。弱点キラーも乗る。レーザーです。で、弱点が目の前だったら、その、こいつレーザーなんですけど、これ全然通る。全然通るんですよ。全然通る。その代わり、裏当てはできないね。うん、裏当てはできないのが、これがね、噛み合ってないんじゃないかっていうのを、あるんですけど、まあ、別に裏当てできなくてもいいんで、こいつ正直。
ランダーほぼ配置用だと思ってくれた方がいいかも。オセロに関してはやっぱ俺オセロ長く使ってるからさ、俺配置で使うことが多いよ。結局は裏当てよりも圧倒的に配置で使うことが多いから、あマジ強いマジ強いマジ強い、やっぱマジやばい今の。もうね、弱点さらけ出してくれた時にはね、もうここレーザーバリア張ってるのが本当オセロのかも。マジかも。もう入りますか、もう雑魚とかはね、無視でいいですかね。はい、もう、はい、終わり。今やばいね。終わり。マジ強すぎだろ。この世の終わりみたいなステータスしてるし、今。ああ、これも真ん中に集まってるね。ラウンドフラッシュ解けんの、ここ HP 低いから解ける気がするけどな。あー、ギリ解けないの、ギリ解けないのか。オッケー、すいません、遊撃厳選してないですよ、過激厳選ばっかで。これ遊撃厳選したら言ったんでね。はい、そうですね、まあ、そういうことっすよね。 4P さんね、ちょっと挟まっちゃってるね。彼の力を抑えようと何かの力がまとめている。で、1でしょ、1でしょ。はい、これ弱点、4巻してみるか。4巻、これ SS だったら 100% と思ってるけど、4巻解けるかな。この世の終わりみたいにやっぱステータスしてるね。やべこれが 2.25 倍。殴りの威力じゃないよいや、やばいよ俺。いやー、これね気持ちいいですね。いや、真ん中寄せたいけど、あ、もうエボ、エボで、3でしょ、なんでしょ、上、弱点。あー、そっち行っちゃったか。マジ空気読めねえなこいつ。よし、とりあえず雑魚処理しとくか。本当しなくてもいいですけどね。気持ちね、気持ち気持ちよく彼が動けるように調整。獣っすかね、こいつは。もう暴れてほしい、もっと。もう本能に任せてここで暴れさせてあげたい。だからここは雑魚処理をします。はい、できない雑魚処理。ふざけんな。まあ、普通の殴り見るか。完璧配置、やばすぎ。もう本当語彙力の低下が著しいんですけど、やばすぎ。語彙力の低下がテンション上がりすぎて言葉が出てこない。もともと語彙力そんなないのに低下していくっていう。はい、君全然痛くないですね。いきますか、ダブルラウンドフラッシュ弱点。いや、やりすぎでしょ。大切、ツーショットハイパーカー。はい、終わり。ほら、かわいそう。かわいそう。はい、かわいそう。えで、4のオセロ。あー、ちょっとブロックしてますね。やかましい。やかましい、本当は入ってなかったんですけどね。これ、なんかしら。うますぎ、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 うますぎ。よし、この位置に配置できたんで、あとはラウンドフラッシュでポコスカやっていきますか。HP はどこだ、上か。上か、OK。上 OK ね。あと、ラウンドフラッシュで溶かすんで。はい、だ今、ストライクショット見よかったな。ストライクショットだったら終わってたんだ。終わってたね。マジ強すぎる。ブロック可変で下の間同士が重力を張ってくる。まあ、真ん中配置の、このストライクショットでいいですかね。真ん中じゃないけど、こいつが真ん中にいるんで陣取られてるから、真ん中を取り返さなきゃ。オセロ、いや、十分強い。取り返そう。奪われた真ん中を。ああ、だが白爆発誘発という、だからやっぱり共有情報もあるから、ほら、オセロ誘発できてしまうと。だから白爆発は強いんだって。爆発、広範囲爆発は正義。マジバカだな、発生。あれバカだな、発生。ゴー、それちょっとですね、はい、はい、楽勝と。超適正ナンバーワン、適正ランキングナンバーワン、オセロ、ここの。はい、じゃあ次も行ってみましょう。はい、ということでカルマ行ってみたいと思います。そういえばね、身の強化したんだよね、4体目作って。亀撃撃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 撃
ってる。プラス HP2000 森スピードも 13.2 なので合計のね攻撃値アップがね、3000アップのこれ6000アップの9000アップの9000アップからの4000アップかな。なんでまあ13000アップ。13000アップで、ちなみに全員超パワー上がったと。
という感じになっておりますので、もう最強形態、最強形態、これ以上ないな、究極完全体、壊滅の化身オセロですね。もう圧倒的趣味パターンがやっぱこういると、いやでもさ、これ間近でさ、カラさん見てるけどさ、もうやばくない本当に。あ、まあ、で気持ちよさもあるじゃん、このやっぱ友情も、必要性もあるからね、趣味パといえど、いや物理最強なんだなって、あ物理殴るか最強ってカラさんよく言ってるでしょ。あ、俺も大好きだ、その理論は、その理論大好きでしょ、大好き、見てこのテクニカル配置綺麗に止まった、ね、今もうテクニカルすぎなかったよ、あパチッ、これはウゼロ3000回以上使えば取得可能です。あ、いいですね、殴り強いですね今のところ。もはやどうですか、チョーパー型の動きには慣れました、オセロ。いや、そうですね、だいたい慣れてきましたね、僕も適応してきました。やっぱ人間なんてね、人間素晴らしい、もう分かった、適応力人間あるんでね、はい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 、もうこの動きよ、この動き、はい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 、入りましたと家庭ラインに集まるとわらわらと、はい、レーザーストップ、新しく得た力、そう、防御シリーズ習得しました。オセロはレーザーストを取得だからね、もう自分のことだけを考えることはやめたんですよ、仲間を守 る。ということをオセロは覚えました。よかった。仲間を守る。これも、ね、よし。まあ、冗談もさておき。いきますか。バトル2に。さあ、ここレーザーバリやってるんですよね、カルマが。なので、まあ、特に変わったことはしないです。ランドフラッシュ出します。あと、上が飛びましたね。今、一回殴ったからかな。本当に今カルマ溶かすはずでしたね。じゃあカルマ溶かしていきますか。うわっ、あ、場所が、場所が悪いんでこいつ倒すか。あれ、ちょっとゲージ外しましたね。まあ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 、じゃあ次が、待って、え、 1P じゃん、 1P じゃん、 2P かと思ってた。じゃあそれちょっと、それちょっと、さあ弱点キラーレザーキラー、あ、 GG、 はい、これ GG ですね。あ、刺し、察しの威力だからもうほんと8ターンの SS とは思えないやつね。さらにストライクショットで配置してのラウンドフラッシュで、おっとおかしいですね、いろいろと火力が、まあこれは出しながらルナー丸を処理していきますか。はい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 、こしゃくりも魔導士が出てくると、4P はここを魔導士と遊べたなって言ったら動けずうちもいけず、まあ、ちゃんとね役割分担もできるようになったともう適当に言ってやばいことになってるおっと、これ取り残しましたが、仲間をに獲物残してあげるという優しさも情報収集された。さあ行きましょう、テンション上がってやばいことですね。いやー、マジ最高に、最高に面白いね、最高ですね、面白いですね、最高に面白い回だわ。はい、ラウンドフラッシュ、はい、お前終わりカルマ終了のお知らせ、もともと終了してたんですけどねさらに終了させたと。弱点、あ、弱点そっちか、よく清めねー、ここにこれだから、まあまあまあ配置して魔導士やらないで回復しちゃうんでね、上に赤文字です、はい、そしてそう、おっと毒レーザーも防いでいく、ちょっともう滅ぼしちゃうかな、魔導士は、もうさあラウンドフラッシュで溶かしていきましょう。これ防御アップするんだっけ、やかましい、やかましい防御アップ、もうそんなのもろともしないっていうね、お前左手って配置かな、おっと、防御アップを本当にもろともしてないな。普通に殴ってるな。じゃあ、レーザーストップで仲間を守ってくる。いや、これ、絆だわ。絆感じますね。こいつらの絆を感じる、やっぱり。長らくやってきてるから。長らくやってきてんでね。絆感じますね。素晴らしい。俺結構ね、仲間との絆とか俺大好きだわ。偶然。こいつ適当言ってるとか。思ってるかもしれないけど、俺仲間との絆とかいうワードマジで好きだから、あ、わかる、あ、やっぱそうでしょ、あ、俺たちは
けどまあなんつうのチームスポーツやってたからな俺。いやそうそれはでかいよ、ね、やっぱそうそうそういうチームスポーツやってる人は確かにそう。それね大事だから普通に絆チームワーク大好きだから。いや強っ。やっぱいやこれちなみにレザーバリアキュラーしてない貼ってないんでね。これも配置ドンしますか。配置ドンって何だろう。ハハ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 ハ。そうここもねレーザーバリア張ってるんですよねバカみたいに。あいつ担当になっちゃったかなこいつは。あいつ担当になっちゃった説あるね。さあここでラウンドフラッシュ出していきましょう。やつい良いね。さあこれはちょっと回復してしまうんですけど、じゃ反撃モード発動するとあれ先にこっちに殴ってから白バカというはずで、ちょっとニルバーナ殴りたいですねこれ。言うてやっぱね重力味方なんで。ここワープありがとう。これで超反地ワープ発動するわ。普通に殴って攻撃アップします。あなんかちょっとやらせてみましたね。いっちゃいましたねダウンしたんですけど、まあ、ダウンをもろともしないやっぱパワーパワーあるんで。さあ、4P が真ん中に入れたんで、ちょっと 1P がぐるって回って触れたいけど、まあだいぶむずいから配置になるかな。あ配置だね。さすがにきついね。あと1000攻撃力漏れてればあと1個だけ漏る方法があるからまあいいでしょう。これレーザーバリア貼ってないね。レーザーバリア貼ってないね。もうノーマルってやっぱこれぐらいなんですけどね。ノーマルだとね、まあまあ、いやレーザーバリアだったらあと 1.5 ね。レーザーバリアキラーそう感じる考えるとやっぱやばいよね。やばいね。これ 1.5 倍伸びるって考えは。さあこれも真ん中配置かな。まあこれでだと溶かして攻撃力アップもできる。魔導士が残っちゃってるな。魔導士残っちゃってるからちょっと回復がねやかましい。あワープありがとう。餌ただの力を与える道具俺に。はい、強すぎ、はい、もう強すぎ、もう気持ちよすぎ、これ。真ん中にいる時のモスロ、マジで気持ちよすぎるよ。はい、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 もう勝手にやっといてくださいよ。はい、それ、ショット。はい！はい、言っちゃったな。いや、ウィーク発はなかったな、ちょっと。真ん中配置して、次も生かせたらと思ったんですけど、ちょっと、ミスしまいました。僕の力不足です。さあ、ラスゲ、来ました。ラスゲ弱点どうだ？まあ、とりあえずラウンドフラッシュかな。ラウンドフラッシュ&その直殴りでいきましょう。ああもうレーザーバリアキラーもうほんとやばい。あららこのラスゲの HP やばいからね言うて。おめちゃくちゃほぼあーって感じ。ほんとにやってるこれは。やばすねこれは。これ終わりじゃない。あーやばすぎ。いやこれ本当にやばいな。本当強い。強いね。はい、という感じでオセロで面白いです。皆さん使ってみてください。こちらありがとうございました。バイバイ。